どうもおはようございます。FX オリガルヒの皆様、そして即可塾の皆様、10月12日朝6時の相場解説、えー、デイリーの方を見ています。ここ何日かは、3平、4平、5平ということでね、赤3平から伸びてきて、まあ、セオリー通り上昇傾向にあります。えー、結局、介入のあったこの最高値のヒゲ先まで、今はね、全戻しではないですけども、回復してきたところですよね。順調に右肩上がりを 実現してるところじゃないですかあの赤三平とか赤四平ってほんとよく使えますんで必ず覚えておいてくださいねで出るときっていうのは下髭とか上髭にも注意してください今回の赤三平赤四平赤五平っていうのは下髭がね結構出てるでしょで上髭がほとんどないでしょだからこれからも上昇していくことが考えられますただしそのペースはどうもねこのローソク足の長さを見るとここまで大きくないでしょだから緩やかなんですよだから横ばいというかレンジというか レンジとトレンドの中間みたいなよくあるね箱を重ねた形で徐々に上がっていくやつこれで今週の末までに146円ギリギリまで行けばいいかなという展望だったんで今日水曜日週の真ん中ですけどもまあちょっとだけ私の 予測よりも早いなっていうことで145の84までをつけておりますまあこうすることによって今週の末とか来週の明けには146円台に行くのがうんまあいいペースなんじゃないかなと思いますよねここら辺までは大筋で値動きっていうのは予測通りになってますよねだからこれを先週の金曜日とか今週の月曜日のうちにどこまで見通せるかっていうことがね小さな4時間とか1時間のトレードに非常に関わってきますので全体像は捉えられるようになっておきましょう特に私ね 週間トレードとか月間トレードもやってますんで、あの、やっぱり1週間の動きが月曜日で分かるようじゃないと、もっと言ったら金曜日で分かるようじゃないと、この、うん、長期のポジションって持てないわけですよ。まあ、ですんでね、あの、1時間軸でデイトレードが終わりましたら、ぜひね、1週間とか1ヶ月の方で、大きな資金と大きな利益、これをね、テーマにしたコンテンツも作りますので、えー、遠い目で、えー、ご期待ください。はい、次です。4時間軸なんですけども、4時間軸いかがでしょうか ね、まさにヒゲ先で材料があったところともう一致してきましたよねでここのヒゲっていうのは何が起きたかっていうと急速に値段が売りの方向に引き戻されたっていうことを示してますんで売り圧力っていうのがこの範囲にはうっすらと存在してるんですよですんで今4時間で陽線が出てきてます結構陽線強めに出てるやつなんですけどこれが上突き抜けるとこの 引き下げの重力がなくなりますから、結構ね、早めに146円から147円に向かうんではなかろうかと思います。こういうふうにして、中期的な目線を養ってくださいね。まあ今はそこまで必要じゃないですけどね。主戦場となるのは、えー、1時間です。1時間で、お分かりのように前提として、デイリーと4時間は、真っ向右肩上がりになってるのがわかるでしょ。それを前提にして、 強い時間軸が右肩上がりですから1時間っていうのも自然と上昇傾向にあるわけですよでそこでですね、えー、レンジを設定したのが前回の動画でもご案内したように、まあ、こんな感じだったと思いますでこんな感じの中で、えー、緩やかにレンジなんだけどもちょっと下の方に向かってるかなってところが今上に回復しつつあるところですよね まあでもこれは過信しないでくださいねもうちょっと突き抜けてからあのエントリーを考えても遅くないですからそしてフラクタル構造でここと似てるのはこことここってことを申し上げたその前回のオリガルヒの方にはこれをね、えー、お話しております、まあ、ですんでオリガルヒの方はこの1個前の動画をご覧いただきたいと思います細かいことはそこでお話してますんでね、えー、すいませんけども速解塾限定動画の方はこの辺の解説っていうのはちょっと割愛させていただきますもちろんご質問いただきましたらちゃんとお答えしますんでね完全秘密ってことはないです 質問するほどに知りたい人にはお答えしますけども何のことか分かんない人にはすいませんけどもあえてお答えしないというスタンスがこのオリガルヒに入っている方とあの私の方にお問い合わせしてくださる方の行動と決断の差だと思います FX の情熱がある人って FX で勝ちたい人って分からないことはとにかく聞く聞いたらもう自分の身にするこの繰り返しですからね聞かない人に分からないことが分かるようになるっていう未来は訪れませんからはいそれで1時間なんですけどもこれからねじゃあ どこまで上昇するのかって話になります。146円には向かうでしょうけども、それは今週中にはなかなかいかないんじゃないかなと思います。つまり、今上昇した分、理覚する人がこれから出てくるんですよ。ね。だからこの短いレンジの中で、レンジオプションを組んでる人がいますからね。じゃあレンジオプションを組んでる人が、こういう風な上昇を指を加えて待ってますかって言ったら、やっぱりここで理覚するわけですよ。理覚すれば値段が落ちてきて、値段が落ちてくることに対して、やばい。今のうちに理覚しようかなっていう人も、やっぱりね、あの、 エスカレーションラダーみたいに起きてくるわけですよね。それを計算に入れると、じゃあ、一方的に上昇するっていうふうに、今の時点では思えないわけですよ。今後の値動きも見ながら、どっちに向かうかってことが予測できるでしょ。エスカレーションラダーで下がっていくと思えば、それを確認した上で、えー、自分のね、利確ポイントを決めてもいいですし、あれなんか、売りの方に入らずに上に突き抜けていくなと思ったら、突き抜けた段階で、倍でエントリーして、 本当は来週ぐらいの1 4 6円だったんだけども、あ、なんか前倒しで今日来たな、でもいいわけですよ。そういう風にして決断していっていただきたいと思います。えー、それでは今言えることはこのぐらいなんで、えー、また次回の放送をお待ちください。オリガルの皆様はね、またあの午前中にもう一回ぐらいできると思いますので、お楽しみに。もしかしたらちょっとね、このまんま夕方までしないかもしれませんけどね、寝動きによっては追加放送するかどうか決めさせてもらいます。それでは。